さあ続きまして試乗しますのがこちらホンダの CRF250L ですね。あの CRF はね250ラリーっていうのもあるんですけども、こちらのねオフロード寄りの方の L の方ですね。さあそれでは早速また上がってみたいと思います。2021年モデルということでね、ローダウン仕様の去年までその前までの2020までのローダウン仕様と同じ高さっていうことらしいんですけども、なるほど。やっぱりねまたがってからねちょっと足つき悪いかなと思いきやね、座り込むとね沈むんですよね。あの足回りがねやっぱ柔らかいですね。でこれハザードランプですね。でホンダのバイクはねこの方向指示器とねホーンの位置が違うんで間違えてプッて鳴らしやすいんですけどもね、それを気をつける感じで、今ねパッとまたがった感じでもねなんかね軽い印象を受けますね。ハンドリングもそうですけども、そしてやっぱりなんといってもね足回りですね。これがすごいねストロークがあるというかね、乗った瞬間からやっぱり普通のバイクと違う足回りっていうのはね素人ながらにも分かりますね。ちょっとハンドル幅がね広く感じますね。若干これ最低地上高がね245かっこ285ってなってますけども、こちら245でしょうかね。すごいですね、ここオフロードバイク最低地上高がねすごい高いから安心ですよね。いろんなところねキャンプ場とかでも段差難なく乗り越えられそうですね。シート高の方が830mm かっこ880mm って書いてますけども、こちらのね2021年式の 250L の方は低い方はね 830mm っていうことですね。足回りがね沈み込むんでね830ってこの数値以上にね乗りやすさを感じると思います。で車両重量が 140kg ですね。軽いですね。やはり燃費の方ですね、低地燃費で、時速60キロを走った時にリッター46、そしてダブル MTC モード値で、34.8 ということでね、なかなか250の中でもねいい方じゃないでしょうかね。僕のバーグマン200でもここまで数字良くないんでね。エンジンの方が水冷4ストローク DOHC4 バルブ単気筒ですね。総排気量が 249cc ということですね。で、馬力の方最高出力が9000回転で24馬力、最大トルクの方が6500回転で 2.3 キロというふうになってますね。燃料タンク容量が 7.8 リッターですね。こちらのね燃料タンクの容量に関してはね CRF250 ラリーの方がねタンク容量は大きい長距離向きにはなってるんですけどね、まあ 7.8 リッターあれば十分でしょう。あの燃費もいいんでね。ギアの方は6速6段リターンですね。タイヤが、前が21インチ、後ろが18インチってなってますね。フロント80の100の21インチですね。後ろが、幅が120ですね、120の80の後ろ18インチっていうことになってますね。でブレーキの方後ろが油圧式ディスク ABS ついてますね。 ABS ついてるんですけどもね、こちらあのボタンがありましてね、このボタンでねキャンセルできるんですよ。後ろだけね、リアブレーキの ABS だけキャンセルすることができます。そしてフロントの方のブレーキ油圧式ディスクの ABS ですけども、フロントの方はね解除できないっていう、そういう仕様になってますね。やはりねなんといってもこのタイヤのね大きさですね。フロント21インチ、まあリアは18ですけどもね、それとこのフロントフォーク、このストロークの長さといいますかね、これだったらどこでも行けそうな、そんな予感はねしてますね。メーターはこんな感じですね。デジタルですね。意外とねエンジン音がなかなかいいんですよね。すごくね心地よい音がします。パッとまたがった感じはねハンドル幅が若干広く感じますね。あとやっぱりねこのここですね、ペダル、これがすごくねしっかりとスタンディングしやすいペダルになってますね。やはりスタンディングがすごいしやすい、スッと立てますね。さあそしてやはりもう今乗った瞬間からね非常に軽いなっていう印象を受けております。オフロードバイクがオンロードを走った時にどう感じるかっていうのもね見ものですね。なんかね速く感じますね。今パッと乗った瞬間軽いからそう感じるんでしょうか。やはり乗り味的にはね、先ほど今 YZF-R25 乗ったばかりなんですけども、全然乗車姿勢も違うし全く別物といった感じなんですけども、今ねなんかねシートが低くてハンドル位置が高く感じてます。乗った感触、まあ、極端に言えばこんな感じ、まあ、今のは極端に表現してるんですけど、感覚的には普段乗ってるようなバイクよりもシートが低くて手を腕を上げてる感じで直立してるっていう、そういう乗車姿勢ですね。あの決して乗りにくいとかそういう意味じゃなくて全然乗りやすいんですけどもね、感覚としてはそんな感じで、ハンドルとここのね胴体との隙間が狭いようなそんな印象を受けております。しかしこの立ち上がりのアクセルを上げた時はね軽さもあってかこうトルクを感じる、
そんな印象を受けますね。力強さを感じます。車体が軽いから余計こういうぐんと加速しているのをより一層感じやすくなっているような気がしますけども。あ、やっぱね、スタンディングがしやすいですね、これ。すっとね、立った状態からこうオフロードをね走る、やっぱそこまでちゃんと想定されて設計されてるっていう。今ちょっと乗っただけではね、非常にフィットしてるというか、僕の体格にマッチしてるというかね、乗りやすい印象は今受けてます。さあ、意外と1500回転ぐらいからレッドゾーンという感じになってますね。意外と上の方まで回せるって感じでしょうか。オフロードバイクで今オンロードをね、オフロードタイヤで走っておりますけども、特に今このドライの路面ではね、不安な感じは今のところ受けておりませんね。やはり、ね、乗車姿勢がちょっと独特、オフロードバイクなんでね、ついついこうコーナーの時にね、前に足を出したくなりますね。私ちょっと前にオフロードの体験をしたばかりなんで、なおさらね、ちょっとなんちゃってオフローダーになっちゃいそうな、そんな雰囲気ですけども、意外とね速いなっていう印象です。やっぱり短気筒ということでね、振動は若干感じますかね。やはり先ほど YZF R25 乗った時よりは、若干ハンドルの安定感っていうのは、若干フラフラ感はあるような気がしますけども、うん、ちょっとそうですね、コーナー曲がる時にも若干不安っていうわけではないんですけど、 R25 と比べるとちょっとオンロードでコーナリングする時には R25 の方が走りやすかったかなっていう感はありますけど、まあ、決して乗りにくいとかね、乗り味が悪いとかそういうわけではないんですけどもね。あとやはりこれ全くカウル類がついてないんで、風はねもろにねこう直立している状態で全身で受けて立つぞっていう、そういう感じですね。夏なんか涼しくていいですね。冬場は寒そうですけども、エンジンの熱はね、今太もも2グリップの、まあ、2グリップっていう感じでもないんですけど、ちょっとこう細いんでね、あまり2グリップできるっていう感じでもないのかな。ちょっとハンドルがコーナーに入る直前、ブレーキングかけた時に若干不安定な感じは受けますけども、ハンドル幅が広いからでしょうか。やはりこの CRF250L はオフロードを走ってこそ本領発揮できるバイクだと思うんで、本当はねオフロードを走りたいんですけれどもね、そういうわけにもいかないんで、市場借り物のバイクなんでね、そんなドロドロに汚すわけにもいかないんでね。いや、しかしやはりね、オフロードバイクこの 250cc もあったらね、スピード走行性能に関しては一般道を走っている分には全く問題なさそうですね。決して車の流れにね無理してついていくっていうこともなさそうですね。余裕でついていけそうです。ただ高速道路を乗るとおそらくね、風をもろに受ける形になるんで、高速道路、高速走行はどうでしょうかね。今回試せないですけども、おそらく向き不向きでいうと不向きな部類に入ると思います。まあそれはもう一般的な意見としてもね、オフロードバイク横風にも弱くて高速道路は怖いというようなね、そういう話はよく聞くんでね、その辺はまあ仕方がないと思いますけども、やはりそういうバイクではないんでね、オフロード走ってなんぼのバイクなんでね、この一般道をね普通にこの軽快に走れてる時点でね、全く問題ないと思われます。まあかといってね、高速道路走っても別に左車線を普通に走ってる分にはね問題ないと思われますけどもね、それぶっ飛ばして右車線から追い越しをかけてキャンプ道具積載いっぱいってなってくるとね、ちょっとしんどいと思いますけど、加速感もねありますね。250ちょっとコーナリングでやはりフロントがふわっとする印象、ハンドリングが軽い印象を受けますね。先ほど乗った YZF R25 は非常に安定して全く不安要素がなかったんですけどもね、やはりその辺はオフロードとオンロードの違いでしょうか。タイヤのこのオフロードタイヤっていうのもね影響してると思われます。ただかといってね、普通に走ってる分で危ないかって言われるとそういうわけでもなく、全くね普通に走る分には問題ないと思います。ただそのスポーツ走行、峠を攻めるってなったらね、やはりオンロードのこういうね舗装された路面ではオンロードバイクのね R25 の方が走りやすいなっていう印象を受けますけど、いやでもこれはね、加速感はすごく感じます。コーナーの立ち上がりからとかね、減速した後のね力強さはすごい感じますね。やはり250クラスからオフロードバイクもオールマイティと言いますか、パワーもね十分兼ね備えたということで、どこでも走れちゃうという感じでしょうかね。一般道、高速道路含め急な上り坂なんかもね、山道なんかでも
難なく登っていくっていう、そんな感じなんじゃないでしょうかね。今現在8月の3日ということ、真夏でカンカン出るというか、まあ今日は午前中涼しかったんですけども、だんだん気温が上がってまいりまして、なんかね、右側の太ももにちょっとだけね、ぬくもりを感じます。あの、暑いとかね、大型バイクみたいな暑いっていう感じではないんですけどもね、なんでしょうか、右の方が若干ぬくもりを感じますね。オンロードでも問題はないですけれども、やはりあまりオンロードでコーナーを攻めて楽しみたくなるっていう感じではないかもしれないですね。正直ちょっとこの乗車姿勢、ハンドル幅の広さ、若干のふわふわ感がありますね。まあ、足回りの柔らかさっていうのも影響してるんでしょうか。しかしこの立ち上がりの力強さが面白いですね、これね。これオフロード行った時なんかいろんなことできそうですね。そうですね、やはり普通に一般道でスイスイ何のストレスもなくね、アクセルひねって自分の思った通りの加速力を得られるっていう感覚はありますけども、速いですね、やっぱ速い、速いという印象を受けますね。普段僕 GSR750 というバイクでキャンプ道具を積載、フル積載で日本一周3周目をしている最中なんですけども、今現在それでもね、まあこれ今空にっていう積載積んでないということもありますけどもね、すごい速く感じますね、力強さ。さあ上りでどれぐらいのね力を発揮するか見ものですね。オフロードバイクっていうのはあれなんですかね、あまりニーグリップっていうのは使わないんでしょうかね。ちょっとなんかニーグリップしにくいような気がします。なんか右のね太ももだけ若干エンジンの熱を感じて、左はさほど感じないという現象が今起きてるんですけども、なぜでしょうか。あ、やっぱりね、こう渋滞じゃないですけどもね、スローペースになった時にね、お尻が夏場暑くなってきたらね、スタンディングして内ももを冷やしたりね、あのガニ股走行しなくてもね、スタンディングで風を全身に受けることができますね。スタンディングはやはり非常にしやすい、まあ、オフロードバイクなんでもちろん当たり前かもしれませんけどもね、これは旅中もね、随分なアドバンテージになりますね。そしてこのステップがね、このラバーがついてない状態だとすごいね、靴にグッとフィットして安定しますね。スタンディングした時も不安感がないですね。涼しい、立つと涼しい。これ立ったままでずっと走ってられる感じですね、やっぱり。立った時にね、ちょっと膝でニーグリップするのがやりやすいですね、安定しやすいですね。スタンディング時の方がなんかニーグリップしやすいっていう感覚があります。今座ってるとちょっとね、なんか右足のあれだけ熱いぞってなるんですけど、意外と停車時のね振動は少ないですね。他の短気筒、今日いろいろね、ジクサー SF とかも乗ったんですけども、振動は少ない印象ですね。カブとかだったらもっとね、ブルブルブル、手にね、振動、お尻に振動、座った時にこの足元からも、ペダルからもね、振動感じるんですけど、こちら優秀ですね。なかなか振動少ないです。全然当たらなくて大丈夫ですね。先ほどの R25 はね、ここ右に切った時にね、アクセルが回しにくかったんですよね。タンクのエラの部分に当たってね、このフルロックの状態でね、足をついて、よちよち U ターンでね、あの僕が日本一周でいつもやってるこれやってみます。これだったらね絶対にこけないんですよ。あの車体をね垂直にということで、これでくるくるね、最小回転半径はどうでしょうかね。まあまあこんなもんでしょうか。あ、すごい U ターンがしやすい。今日乗った中で一番 U ターンしやすいかもしれませんね。で軽いから万が一ね演奏しても多分ね支えれますね、男の人だったら。車重が140キロということなんでね。さあ行きますか。上りはまあ問題ないと思われますけどね、まあ、力強いですね、やはり。よくねオフロードバイク乗られてる方、お尻が痛いとか長距離はしんどいなんていう話聞きますけど、今のところそんな印象はないですね。ただ今ちょっとお尻のねタンデムベルトのところが踏んづけてる感じになってるんですけど、さあこの一番の急勾配、ああ全然パワー不足を感じず気持ちよく登れましたよ。やはりもう 250cc まで来ると上り坂でパワー不足っていうのはあまり感じないかもしれませんね。よほど積載が多い状態でない限りはね、その辺は心配する必要なさそうですね。125クラスまででしょうか、上りでちょっとしんどいって感じるのは。ああ今このね縦のラインちょっと若干タイヤが取られましたね。ズズズっていう感覚はありましたけども、この縦のね溝、ちょっとレンタルなんであまり無茶はできません。でもね、オフロードバイクですけど非常にオンロードでもね、なんか軽快にワインディングを楽しめる印象ですね。
楽しいって感じます。ただちょっと思ったよりエンジンの排熱っていうのはあるのかもしれませんね。そしてなぜか右側のね、ここだけ、あ、これあれか、マフラーが来てるからか、だからだ。マフラーがね、このマフラーのガードがついてますけど、ちょうどそれがね、右のね、ふくろはぎのところに当たってるからだ。だからちょっと熱く感じたんだ。このどうしてもね、オフロードバイク、マフラーが下の方にね、ついてると、オフロード走った時に擦っちゃうんでね、石とかにね。マフラーを上にかち上げるっていうために、ここにね、マフラーがね、どうしても来ちゃうんですよね。あの、ハンターカブなんかもそんな感じですけど、それの分ね、右のふくらはぎから、この辺が熱かったんですね。やっぱりちょっと、フロント、ハンドルがフラフラという感覚が若干するかな。ハンドル幅が広いからでしょうか。足回りが、フロントが柔らかいからでしょうか。オフロードタイヤだからでしょうか。若干そのような印象は先ほどから何度か受けてますね。オンロード走っててもちょっとこの足回りが柔らかいなっていう感覚は若干受けますかね。素人ながらにもちょっと感じる感じでしょうかね。私あまり違いが分かる男ではないんですけども、そんな違いの分からない男ハスさんが乗っても違いが分かってしまうぐらい足回り柔らかい。これはまあ完全にオフロードに特化したようなそういう仕様なんですけれどもね。だからやはりこれはもうオフロードを走ってみたいですよね。そこでの評価が全てだと思います。このオンロードに関してはここでね、このバイクの良し悪しを判断してしまうのは違うような気もしますからね。やはりここじゃないんだ俺はっていうね、 CRF からそんな声が聞こえますけども、俺のポテンシャルはここで発揮するんじゃねえっていうね、俺をダートに連れて行けっていうそんな声が聞こえてきそうですけども、何でしょうかこれ。立ち上がりがね、本当に加速感を感じるんですよね。レッドゾーンが1500ぐらいからってなってるんで、結構上の方まで回せるっていうことで、アクセルをね、立ち上がりでガバッと開けてもすぐにね、頭打ちが来ない。回転数上がってもそこからまだね、さらにぐんぐん伸びていく、回転数上がりつつもさらに伸びていく、もっともっとっていう感じが多分加速感をね、感じさせてくれてるんじゃないでしょうか。もっと低回転でね、頭打ち来るようなバイクだったらすぐにギアチェンジ、シフトアップしてっていう感じになっちゃうんですけどもね。はい、うん、そうですね。ちょっとブレーキ、やっぱフロントの沈み込みとかが影響してるっぽいな、今の感覚。なんかこうコーナリング入った時のこのコーナリングの最中のふわふわ感っていうのもね、やっぱりこのフロントフォークの沈み込みが影響してるんじゃないでしょうかね。おそらく素人ながらにそんなような気がしてきました。今わ6速に入れたけど、6速でね、なんでしょう、今ね、ちょっとスピードを出すとね、フラフラしたよ。なんか直進安定性があまり良くなかったですね。今6速に入れたけど、何だったんでしょうか、今のは。路面か、ちょっと6速まで入れてみた先ほどの直線で非常に不安定さを感じましたね。これひょっとしたら高速道路走ったら結構怖いかもしれませんね。なんかそんな印象を今受けちゃいましたね。まあやはりこれはオフロードは高速道路を走るには適さないバイクかもしれませんね。足回りの柔らかさとか、まあ、タイヤ、オフロードタイヤ、そういうのもね、すべてをこう影響して、かなり高速道路では不安要素が出てくるような、そんな印象を受けましたね。一般道路での速い流れ程度では問題なさそうですけどもね、あくまで高速道路ぐらいの勢いでね、速度が乗った時にちょっとフラフラするかなっていう印象があったっていうだけの話で、北海道なんか走るとね、皆さんね、全体的に速度域速いんですよね。僕も初めて北海道行った時びっくりしたんですけど、本州で走ってるあの皆さんの平均時速のね、プラス10キロからね、15キロ、下手したら20キロぐらい飛ばしてるんじゃないかっていうね、そんな印象を受けますからね。その中でフル積載でってなると、直線の道路なんかではね、飛ばしてる車に抜かれていくシーンなんかも おそらく出てくるんじゃないですかね。サイドスタンドはね、カチッと意外とね、しっかりしてる印象ですね。あ、シートは柔らかいですね、うん、先ほどね、お尻がここにね、この出っ張りのね、このベルトの部分がね、お尻で踏んづけてたんで、それを感じてたんですけど、全然痛くなるっていうようなことなかったですけどね。よく
長距離走るとオフロードはしんどいなんて聞きますけど、僕はそんな風に思いませんでしたけどもね、印象としてはね、ここまでね、ちゃんとガードがしっかりついてて、オフロード走ってガーンって来ても大丈夫っていう感じですね。250のオフロードバイクって意外とね、車格がね、大きく感じますね。降りてみるとね、先ほどね、僕が熱を感じてたのはこれですね。マフラーがここピューとこう伸びて、これガードが一応ついてますけどもね、ここにちょうどね、あの足がね、当たる感じなんですよね。で、こうマフラーがビュッと出てここに来てるんですけども。これはまあ仕方ないですね。ちゃんとね、もうオフロード専用でこんなね、素晴らしいカバーがついてますね。これだったらもうドロがね、来てもね、フォークは守られてますね。この倒立フォーク。このタイヤで走るとね、さすがにオンロード向きではないですけど、雨の日なんかはね、よくあの、ちょっと滑るなんていうことも聞きますけどもね、どうなんでしょうかね。ウェットな路面だとやはり、オンロードちょっと慎重に走った方がいいかもしれませんね。やっぱりオフロードバイクなんでね、オフロードを走ってなんぼっていうバイクなんで、多少ね、先ほど直線、6速でね、直線飛ばした時に、ふらつきなんかありましたけどもね。さあ、こんな感じでね、今回、CRF250L 乗りましたけども、他にもね、この、今、日本一周、3周目の旅をしている最中でして、その途中でね、この静岡県バイカーズパラダイス南箱根さんでね、国産のバイクは全部試乗する予定なんでね、日本一周3周目の動画の方もね、よかったらチェックしていただければ嬉しく思います。あとこのね、他のバイクの試乗動画もね、たくさん上がってるんで、そちらの方もね、よろしくお願いいたしますということで、最後までご視聴ありがとうございました。